です。良い一日を。走れるコツの調査依頼をくれたみゆちゃんが早速ね学校でそれ試してみたところなんとリレーで1位になったという報告が。みゆちゃんおめでとう。ねえ、いや調査しよかったね。はい、これからもねおはしさんはみんなのこと応援してるから頑張ってくれよな。さあそしてなんと今日はねラブリーラブリーがスペシャルパフォーマンスのためにスタジオに来てくれてます。なんか楽しいことないかな。俺呼ぶか。おお、俺。わ、おすごい。お、ゲームか。ゲームマスター。おへい。うわ、かっけー。説明しよう。ゲームマスター翔平は暇なおはともの前に現れ、身近なアイテムを使った新しいゲームを教えてくれるお兄さんだ。あ、そうだ。ゲームマスター、なんだ。ゲームマスターになんか。おはともからなんか動画が届いてるみたいなんだけど、このゲームマスターに動画が、うん、ちょっと見てみようよ。見てみようじゃないか。うん、おーはー、今日は僕からゲームマスターへミッションを与えます。すごい。トイレットペーパーのチームとロボタルを使った新しいゲームを教えてね。すっごく面白くてびっくりするようなもの、よろしく。マスター、イエーイ。翔吾くんからのミッションコンプリートしてやるぜ。というわけで今回のゲームツールはペットボトルとトイレットペーパーランシン。そのゲームの名前とは、その名もロケットランシン。ロケットダシーンはまずテープでトイレットペーパーの芯の穴を片方塞ごう。キャップ取ってここにかぶせます。そしておお、自分でコパーンってキャッチすれば OK だ。なるほどね。ああ、そう、これは空気の力を使い芯を飛ばすロケットダシーン。すごいね。自分だけの飾り付けをしてみんな遊んでみよう。それでは早速ゲームスタート。ゲームマスターが用意してやる。あ、頼む。 OK、 行くぜ。うわっ、惜しい。意外と難しい。そう、ダセー。こっち見てる。予測不能な芯の飛び方に翻弄される2人。しかしその時、ちょっと待って、ちょっと待って、決まった決まったね。そうです。そしてみんなも暇の時ぜひ遊んでみてね。次回もお楽しみに。
なか考えたゲームどうだった？どうだった？面白そうだから作ってみたいです。おみんなもぜひ作っ遊ん友達と遊んでみてね。しょうごくん、あかりちゃん、ありがとう。 Thank you。 さあ、この後はいよいよラブリーラブリースペシャルパフォーマンスだ。新曲のこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。お楽しみに。何やろ今月のコロコロチャンネル YouTuber 養成セット、デュエマ限定カード&ポスターに、フォートナイトステッカーとハンドボードも、この箱コミック6月号発売中。この星には時代に埋もれた真実がある。追いかけろ、そして解き明かせ。名推理は時空を超える。世界史探偵コナン、ついに完結。振って千切り、回してカレー煮込んで、振り上げて炒めて、最強料理一丁上がり。新感覚神うま料理バトル食べ王者が無料大型アップデート。ポケモンキッズ、今大当たりが出ると暗闇で光る特製ピカチュウとスペシャルボックスがもらえるんだ。すっげえ。応募券なら3枚集めて抽選でお菓子売り場でゲットだぜ。最新動画これ。それではラブリーラブリーのスペシャルパフォーマンスです。コンプにラブってるって丸バツ三角 It's OK、ま魔王の息子リトルリドルが支配する第一の島エニグマ島を旅する松丸くんたち。城の正門は封鎖されていたため真裏にある入り口を目指すのであった。それにしても本当大きなお城だな。リトルリドル見つけられるかな。みんな謎門が出現したよ。この謎門はガゼフット、頑張るタイプの謎解きを得意とするぞ。この謎解きが解ければサッカー選手に向いているかもしれないよ。問題が出てくるよ。ボールに書かれた文字を並び替えてスポーツの名前を2つ作り出せ。2つ、ね、ただし余分なボールが1つ紛れているだって。うわうわ、分かってしまった。ズバミ分かってしまった。さあドア関係ない。みんなボールの空気が一つ抜けたよ。なんてこった。残った文字を頑張って並べ替えよう。よし、この中に2つスポーツが入ってるわけだね。
さあ、選択の時だ。スキーかスモー。みんなの答えが揃ったね。一つは矢の文字を使って野球、残りの文字を並び替えれば、もう一つは相撲だ。スモー。よっしゃ、ラストキクリア。やったぜ。リトルリドルは城の一番上で遊んでる？5階まであるのか。めっちゃ近づいてきたね。リトルリドルのいる場所の情報をゲットした松丸くんたち。はいはい。道のりはまだまだ長そうだ。さあ続いてはこちら行ってみよう。沼ちゃんよろしく。全力オハスポーンクラブ。さあ超イケてるスポーツフリースタイルフットボール、略してフリースタ。さあこちらを紹介するぞ、はい。今日の宿題技はトリック検定6級のアラウンドザワールドです。はい、これはもうトリック検定の6級ということで、本当成功できたら超かっこいいです。みんなもおチャレンジしよう。やっぱすごいじゃん。今日も教えてくれるのは世界大会準優勝ヨウスケイエス横田。おはヨウスケイエス横田です。今日もフリースタイルフットボールに挑戦しよう。うわ、これかアラウンドザワールド。今日のパフォーマンスの中から紹介するのはこちらです、はいはい、トリック検定6級アラウンドザワールドです。この技はフリースタイルフットボールの中でも最も代表的なトリックです。ぜひ皆さん挑戦してください。それではレッツココ集中。ポイント3つ紹介していきます。まずは1番、リフティング検定5級のつま先リフティングをぜひしっかりとできるようになってください。そしてここ集中ポイントです。足を股関節から大きく早く回しましょう。そして3番目のポイントです。回すときに触るところは内回しの場合は親指あたり、外回しの場合は薬指あたりでボールを触ってください。このアラウンドザワールドすごく難しい技なんですけれども、特にサッカーやってるおはともにはチャレンジしてもらって、できるようになってチームメイトに自慢してみてください。今日の技をマスターすればこんなコンボも決められるようになるよ。おはともみんな諦めずにレッツココ集中。おさあこの技はコートにかっこよく決めてもらいたいと思います。テレビの前のおはとももボールを持って一緒にチャレンジしてみてくれよ。レッツココ決めるぜ。みんなも応援してね。うわこの技めっちゃ難しいんだけど、俺は小学校の頃めっちゃ練習して小学生の頃できるようになったから、みんなもぜひやってみてね。はい、そしてトリック技はファーストチャンネルでどんどん更新していくから、みんなチェックしてくれ。はい、そして今日もチャレンジ動画が届いてるよ。すごい、はーちゃんナイス。うわすごい、すごい、次自分で伸ばしてみてやってほしい。お見事です。すごいね。さあお兄ちゃんとみなみのアドリブ漫才。いや俺はこれは漫才というか連想ゲームに近いと思っています。モーニングラブダイヤモンドが狙われてるって情報が入った。お宝を狙う怪盗が続々登場。 Oh my god! ラブバトー最大のピッチ、大変ピュー。みんなで応援してラブバトーを助けよう。行くよ、ガンダ。劇場版ポリス戦士ラブバトリーナ、怪盗からの挑戦、ラブでパパッと逮捕せよ。絶賛公開中。マックスラブリーカードもらえる。さあではお天気の前に、みなみとお姉ちゃん、お姉ちゃんみなみとお兄ちゃんのアドリブ漫才お届けするぞ。それではお願いします。では
いします。今日もね仲良くまずやっていかなあかんないってますけども、はい、頑張っていこう、頑張ろう。今日もねおはとものためにちょっと天気を知りたいからね、うん、ちょっとみんなに天気教えてくれる？あ、オッケー、うん、今日はもう朝4時に起きてからもうずっとずっとこうなんやろ、ランニングしたり筋トレしたり腹筋したりしてんけどあとはニンニク食べたりなんかパン食べたりも本当にお前めちゃめちゃ元気やねんか。日中は晴れ間の出るところが多いでしょう。紫外線対策を心がけてください。最高気温は福岡と大阪は29度、東京は26度の予想です。以上お天気でした。ナイス、何それ、それなり発見です。さあ今日はどんな何それなのでしょうか。小セミナの漫才はあの謎とキングダムより難しいと思います。するなんそれは、風花ちゃんとみなとくんからの疑問。新幹線はどうやって線路に運ばれるの？確かに新幹線って大きいし、作られてからどうやって線路に運ばれるか気になるよね。そもそも新幹線の重さはどれくらいなのか。例えばE5 系新幹線の総重量はなんと454トン。これは体重85kg の鉄に約5335人分の重さもあるんだ。でもそんなに大きな新幹線をどうやって運んでいるのか。まず新幹線は工場で作られる。そしてある運搬方法を使って車両基地に運ばれるんだけど、今日はその運搬方法を2つ紹介しちゃうぞ。場所や日時は非公開の超極秘運搬映像は CM の後。ゲーム20周年大好きなゲームで人の命は奪えない。漫画アニメの名場面が君の切り札に。松本大先生書き下ろすカードマン。ゲームマスター魂の書名場面ベスト。宝トミー、宝トミー、ぶっ飛ばした！うわあ！カンコントロールでぶっ飛ばした！ぶっ飛ばした！ぶっ飛ばした！爽快バトルロボット！ぶっ飛ばした！今ならもらえる！お座り、お座り、お座り。毎日のことだけど。誰か。あると嬉しいお茶漬け。お、できるじゃん。長谷園のお茶漬け。ママ、マーボハルサメ食べたいな。いいわね。他に材料はいらないし、簡単で美味しいのよね。はい、はい、はい、はい。助かるわ。ガタニエンのマーボハルサメ。楽しく漢字や計算が楽しめるひらめけ謎解き学習。おはスタで放送された問題はもちろん、特別企画として人気の問題を10問追加。なんと11種類もの謎解きがあるよ。問題数は100問。ヒントを見ないで解けたら大時給だよ。君は何問解けるかな？家族や友達と一緒に楽しもう。ひらめけ謎解き学習5ひらめきパーティー発売中。みんなお待たせ、新幹線の超極秘運搬映像はこれだ。そう、輸送車に乗せて一般道路を使って運ばれているんだ。工場で作られた大事な新幹線を傷つけず、さらに事故を起こさずに運ぶのは至難の業。1両約25メートルもの長さがあるので、カーブも慎重にゆっくり安全に運ばれているんだ。そして2つ目がこちら。ちょうだい。すごい。なんとタンカーに乗せて海上輸送されているぞ。何これ、新幹線が海を渡るってなん
か不思議な感覚だよね。ちなみに九州地方で人気のある新800系ツバメも海を渡って運ばれているんだ。こうして車両基地や工場に運ばれた新幹線たちは点検や検査を受けてお客様を乗せる出番に備えているんだ。ということで新幹線がどうやって線路に運ばれているか分かったかな。今日の映像はとっても貴重だから見られたお子供は超ラッキーで、いいことが起こるといいね。そしてあさって金曜日放送のアニメシンカリオン Z では海上輸送されていた新800系ツバメが大活躍するよ。みんな注目してくれよな。はい、という